これはめちゃくちゃラッキー。お、出ましたね、アレスのトークン。うん、今回も動画ご視聴ありがとうございます。ネオンアビス第5回目やっていきましょう。今回のターゲットは暴力の神アレス。一回ゼウスを倒した後にまたゼウスを倒したらそのままクリアしちゃったんですよね。それで振り返ってみて、もう一度このページを見てみたら、一度アレスの神殿で暴力のトークンを見つけると彼の元へ行くことができる。注意書きを全く気づかずにっていう、そのままクリアしちゃってました。さあ早速やっていきましょう。今回のキャラクターはアミールですね。なんでアミールを選んだかっていうと、暴力のトークンを取るために暴力の部屋に何度も入らないといけないんですよね。で、暴力の部屋に入ってアイテムを取るためにはライフを一つ犠牲にしないといけないんですよね。序盤でライフをどんどん減らしていくとかなりきついので、もともとライフが6個あるアミールを使って序盤早めの段階で暴力のトークンをゲットしようという作戦です。今回今のところ見つけた武器はこのハングリーですね。まあ、この武器は撃った後はホーミングしてくれるんで、まあ、撃っとけば、とりあえず撃っとけば大丈夫っていうめちゃくちゃ便利な武器。もう一つこの爆発が加わってるのはポップコーンの影響ですね。撃った弾が着弾すると爆発するようになる武器です。これ便利そうだな。コインを拾うと時々追加のシールドが手に入る。うん。これ便利そうだな。おう。あ、もう適当に撃ったら暴力化してるわ、クリスタルが。まあ、暴力の部屋を目指してるんで、まあ、ここら辺を積極的に暴力化して、ダメージを食らっていくようにしましょう。うん、ショップの扉も暴力化してぶち当たっていこう。まあ、ショップはいいか。シールドだけ使っときましょうかね。よし、移動して、あー、こいつら本当めんどくさいな。ハングリーはホーミングしてくれるんですけど、敵にまとわりつくんですよね。で、こいつがまとわりついたままこっちに向かってくるんで、自分の近くで爆発してダメージ食らうっていうめちゃめちゃめんどくさい敵ですね。まあ普通の武器持ってても倒すのがめんどくさいんで、毎回こいつめんどくさいなと思いながら戦ってます。ところ簡単に銃一発撃つだけで爆発して壁壊せるんで、めちゃくちゃ便利ですね。お、ハートありがてえけど、まあ今はいいでしょう。うん、まあ、こういうところもポップコーンで簡単に、まあ、ハートは取っとこうかな。いや、ボス前に全部回りたいとこだけど、ここもハートか。まあ、ハートがいっぱいあるのはありがたいけど、今はいらないんだよな。よし。じゃあボス行きましょう。キミーか。まあ、キミーは比較的倒しやすい中ボスですね。まあ、ただ、このいっぱい弾丸を撃ってた時に処理落ちしやすいんで、そこだけ注意した方がいいボスですね。はい、倒しました。まあ、爆破ダメージがあるんで、まあ、比較的余裕ですね。はい、じゃあレベル3行きましょう。ここでさすがに暴力の部屋開いていきたいですね。まあ、あと1個か2個ぐらいで解放するんじゃないかと思います。
あ、早速あったんで攻撃しちゃいましょう。はい、はい、これで暴力の部屋一つ減られたんですけど、あー、ちょっと無駄なダメージ食らっちゃったな。暴力の部屋に入っちゃうと一つハートが入っちゃうんで、どのタイミングで行くかっていうのをちょっと考えなきゃいけなくて、ただ今無駄なダメージ食らっちゃったんで、ハートが一つなくなったから、それも使っちゃってもいいかな。うん、毎回ね、3つあるし、どれがいいかなって悩むんですよね。鍛冶屋のハンマーにしよう。武器アップグレード系を僕は結構選ぶようにしてます。で、暴力、この暴力の部屋で、お、めちゃめちゃお金が出たぞ。この暴力の部屋でアイテムを手に入れると、手に入れた後にアレスのトークンが出る場合があるので、結構何回か試さなきゃいけないんですよね。まあ、今まで試した中では1回では絶対出なくて、2回か3回目ぐらいで大体出るかなって感じですね。まあ、最低2回は暴力の部屋に行かないといけないんで、そこら辺をイメージしとくのがいいかなと思っています。こういう宝箱も出たら必ず暴力化してダメージを食らうように。まあ、ここにもちょうど扉があるんで、まあ、ダメージ食らっていきましょう。あ、これはめちゃくちゃラッキー。ハート2個に対して暴力の宝箱が2個あると、これめちゃめちゃラッキーだな。卵か、卵の部屋か、いいね。確かなんですけど、フロアにつき1回しか暴力の部屋が開かなかったと思うんで、ここで満タンにしない方がいいかなと思ってるんですよね。だからこの宝箱は暴力化してるんだけど、ダメージ食らっちゃうのが怖いから一応避けると。食らっちゃったか。まあでもギリ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 ですね。ギリギリ大丈夫。うん、じゃあ上行きましょう。ああ、ちょっと下手に、あ、ダメージ食らっちゃったな。ダメージ食らっても暴力ゲージが増えちゃうんですけど、まあ本当ギリギリだな。だからこのショップはもう普通に開こう。危険なレシート。うん、ボムを受け取るか。いらないな。無理して買わなくてよかったか。追加の鍵はドロップ。うん。まあ、鍵結構あるんだよね。はい、じゃあ移動してそろそろボス倒しに行きますかね。うん、届かない。コルト、コルトは中ボスの中では比較的倒しやすいボスだと思ってます。特
ップに羽持ってたりすると上から攻撃すると全然今のやつも当たんないんで全然楽勝で倒せるボスですね。はい、じゃあ次はレベル4です。早速あるんで暴力の部屋拾いていきましょう。あ、シールド買っとこうか。アミールの効果でフロアを下に降りちゃうとライフが一つ減ります。で、この暴力の部屋でもライフが一つ減ります。で、一部屋でライフが二つ減っちゃうんで、まあそこら辺はちょっと注意しなきゃいけないですね。はい、じゃあ2回目の暴力の部屋来ました。ここで出てくれると助かるんだけどな。お、出ましたね、アレスのトークン。はい、じゃあアレスのトークンゲットしたんで、このアレスのトークンを持ってるとゼウスを倒した後にもう1階層下のアレスのいるところまで行けるようになりますと。はい、じゃあそんなこんなんでなんやかんやありまして、お、いいね、お金を取るとシールドが出てくる。あー、しまった、また暴力化させちゃったよ。暴力ゲージが溜まってるからもう一回溜めちゃおう。もうアーガスさんには打ちまくっていくぜ。宝くじのチケットコインが777、これはありがたい。もう春ほんと嫌いだわ。よし、あれでもなんかアイテム2つ出てるな。ビッグダディ爆破ダメージを受けなくなる。いや、これはめちゃめちゃいいアイテムを手に入れたな。はい、そんな感じでゼウス撃破しました。で、アレスのトークンがない場合だとここでこんな感じの出口になってエンディングになっちゃうんですけど、真っ赤な渦が表示されてレベル9まで行けるようになります。はい、じゃあレベル9まで来ました。まあ、レベル9はちょっとデザインも他の階層と違いますね。まあ、さっき宝くじのチケット取ってお金があるんで、ショップでは全然散財しても問題ないです。まあ、って言ってもね、アイテム買えるぐらいなんですけど。悪魔のホットラインか、まあいいでしょう。まあ、ホーミングを生かして基本的に入り口でただ撃つだけで、ビッグダディのおかげで爆破ダメージも食らわないんで、もうだいぶいい感じになってきてますね。ビッグダディの効果はすごく大きいかなと。もう基本的に撃っとけばいいので、撃っとけばホーミングしてくれるんで、こっちでエイムする必要ないっていうのがすごい大きい。はい、なんでもう暴力の部屋開く必要もないし、無駄なダメージ食らう必要もないから一応解放しておきましょうか。うん、でこんな感じでホーミングしてくれるんで、もう撃っとくだけ。下手に狙いをつける必要はない、もう入り口で撃つだけ。お金はシールドに変わる可能性があるんで取っときたいですね。ほい、いや、ハングリー強いな。このネオンアービスにおいてホーミングある武器は本当に便利、めちゃくちゃ便利です。本当にめちゃくちゃ便利。で、その上でもさらに攻撃力も結構あるんで、ハングリーは。
他にもホーミングがある武器あるんですけど、威力が全然少なくて結局何発も当てなきゃいけなかったりとかあるんですけどね。ここまでアップグレードして武器の攻撃力も上がってる状態のハングリーはだいぶ強いですね。まああとはもうボスの場所は分かってるんで、いかにヒットポイントを減らさずになんかいいアイテム手に入れられるかっていうところですけど、エイリアンテックか。時々追尾する弾を発射か。まあもともと追尾するからいらないんだよね。ハートか。まあいざとなったらここに戻ってこよう。まあ、ここも実は飛来したんで。あ、紙飛行機ね。ダメージ増加もあるんで、紙飛行機いいですね。こういう時も上に打っとけば、こういう時は本当便利。よし。アイテムが追加で出てくれるのは本当に嬉しいな。しかも武器増加もあるのか。このフロアだけでも武器増加結構手に入れてんじゃないか。まあ、ボスがね、ボスのアレスがどんぐらいの強さかわからないんで、できるだけ評価しておきたい。まあもうボム使わなくて大量にあるんで、ね、できるだけ交換しちゃいましょう。神経システム 6.0 か。まあ、これも武器ダメージ増加か。お、いいね。いいよいいよ。武器ダメージ増加系はいいよ。シールドもだいぶあるしな。ハートを増やすアイテムが欲しいところだけど、まあ別にいいか。シールドがこれだけあるからな。よし、いい感じだ。全部回ったし、シールドもハートも満タンだし、ボス行きましょうか。お、アレスもゼウスと同じちっちゃい系だね。半分ぐらいに減ると仮面を取ってちょっと攻撃的になるのかな。おお、これもでもそんな怖くないな。この槍も、ああ槍のタイミングがちょっといまいちわかんないな。槍を避けるタイミングがいまいち合わない。この槍が、よし、避けれたぞ。よし。アレス、撃破。マジかよ。っていうことで、オープニングから、ここまで戻ってきました。まあちょっとアレス撃破したタイミングでゲームが落ちちゃったんですけど、なんとかアレスを倒したことにはなってましたね。いや、よかった。
これでアレス倒したことになってなかったらもうどうしようかと思った。はい、でアレスを倒したことで出てきたのが最後の管理者アテナですね。アレスの逆バージョンですね。幻影のトークンを見つけると彼女の元に行くことができる。今回は4番目のボスアレスへの生き方とアレスを撃破してみました。次は最後のボスアテナを倒しに行きたいと思います。それでは今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。